皆さん、こんにちは。ハイブの日本拠点グループエンティーム。そんなエンティームはあるグループのパクリ疑惑が上がっており、話題になっています。今回はエンティームのパクリ疑惑や熱愛騒動、過去の炎上問題などについて紹介していきます。エンティームは最近配信を実施。その配信ではファンに対してハッシュタグ We が One チームを使用するよう呼びかけました。これについてエクソファンからクレームがあり、 SM のベテラングループは We が One というスローガンを長きにわたって使用。韓国ユニットと中国ユニットからなるため、団結を表す大切な意味があるものだといいます。また We are One は英語の一般的に使用されるフレーズなどで、そこまで問題視するほどのことでもないように思われます。ですが、エンティームは以前からエクソをレファレンスしているのではないかとの疑惑がささやかれていただけに、またかとエクソファンから指摘の声が噴出することになりました。このようなエクソファンの反応に、エンティームファンは核となるコンセプトはワンチーム、オールフォーワン、ワンフォーオールだ。誰も置き去りにせずに団結する。だからワンチームネスがエンブレムにある、誰もパクる必要ないコンセプトに忠実な自然なフレーズだ。 We がワンチームはただのハッシュタグに過ぎないといった声が多く上がりました。ただハイブはそのハッシュタグをプリントしたグッズも制作販売しています。 We がワンチームはハッシュタグ以上の存在になりつつあり、エクソファンからは抗議の声が強まっています。またエンティームはハッシュタグ以外にも何度かパクリ疑惑が上がったことがあり、まず一つ目は振り付けです。エンティームのファイアーワークスの振り付けがセブンティーンの振り付けをパクっているという噂が浮上しました。またエンティームの事務所はハイブレーベルズジャパン、セブチの事務所はフレディスエンターテインメントで、両方ともハイブの傘下です。振り付け師が同じだった場合、エンティームとセブンティーンの振り付けが似通ってくる可能性はないとは言えないでしょう。さらにエンティームの振り付けパクリ疑惑が浮上してから振り付けは変更されました。振り付けを変更するということはエンティームのパクリを認めたも同然という声が多く上がっており、ハイブの振り付け師は自身のインスタグラムに、その部分の振り付けは私ではないという文章を投稿したことで、この対応に振り付け師が逃げたとネット上では批判が殺到してしまいました。そんなエンティームの振り付けは変更されたものの、事務所ハイブから変更した理由などの説明はありません。2つはエンティームの衣装がセブンティーンの衣装のパクリであるという噂が浮上。これに関しては一部借りてきたかと思えるくらい似ており、事務所が同じ系列だとしても個性を発揮できていないように見えると、ファンからは残念という声が多く上がりました。3つ目はエンティームのロゴと B2B のロゴが似ているというものです。確かに配色や&と BB の書体が似ていると言います。 B2B とは2012年3月21日にデビューした K-POP アイドルグループです。現在も活動しており、事務所はキューブエンターテインメントに所属しています。そんな2つのグループの関わりはイベント以外ほぼないと言います。ですがエンティームの所属事務所はハイブで B2B とは異なります。エンティームが B2B のロゴをパクったというのはデマである可能性が高いかもしれません。このパクリ疑惑にエンティームのファンからは、エンティームのメンバーも振り付け一緒に考えてるはずだからパクリになるって止められなかったの？というコメントが多くありました。それに対し、悪いのは事務所や振付師であってメンバーを責めるのは違うという意見も出ていました。セブンティーンのファンからは、エンティームを悪く言われたくない、パクられた疑惑側なのに叩かれる理由がわからないなどと、ファン同士で論争が起こっていたといいます。このように純粋に推しを応援しているファンが論争になる前に事務所から何か説明があったらよかったのかもしれません。そんなエンティームの K はルセラフィムのカズハと熱愛報道がありましたが、その熱愛報道は実はデマだったとも言われています。その理由は5つあるといい、1つ目は友人になった時期がおかしいという点です。報道では2022年の1年前である2021年夏はカズハはまだバレエ留学先のオランダにいました。2人が友人になったという2021年夏頃はまだオーディション合格通知すらもらっていない時期です。このことに時系列がおかしいと感じる方が多いようでした。2つ目はハイヤーでも送迎です。ですが事務所の介入なしに個人でハイヤーを手配できるのかと疑問に思う方が多いようでした。3つ目は週刊誌は2人が交際したとしている2022年
カズハはデビュー直後で、 K はオーディション中、デビュー前です。 K、 ポップアイドルになるために人生をかけてきた。バレエをやめてまで韓国に来たカズハがデビュー直後に交際するのか。自分の将来がまだ不確実な時期に、まだ10代で6歳年下のカズハと付き合うか、などたくさんの疑問の声が上がっていました。4つ目はチェウォンの合成写真事件です。2023年1月に同じルセラフィムのメンバーであるウンチェの熱愛報道をしましたが、報道で掲載された写真は合成写真だったことが発覚しています。このことが今回のカズハの熱愛報道に対するファンたちの疑いをより強いものにしているのは間違いないでしょう。5つ目は公式からの交際否定の発表です。週刊誌が熱愛報道をした2023年3月4日と同日、2人の所属事務所であるソースミュージックが韓国の芸能界専門オンラインメディアディスパッチで熱愛を公式に否定しました。また事務所は2人で食事をしたのは事実とはしながらも熱愛については否定しています。もちろん事務所が否定イコール交際していないということにはなりませんが、2人が今後近づきにくくなることは間違いないでしょう。そんな NTEAM のメンバーには過去に炎上騒動がありました。その炎上したメンバーは K です。実は本名古賀雄大として日本で活動していたことにより X がバレて韓国で炎上騒動に発展したようでした。 K は2020年6月から韓国のオーディション番組アイランドに名前を隠して参加しています。もちろん EXPG の元練習生だった過去や日本でオーディションを受けた経験があることも明かされていませんでした。そんな K はボーカル、ダンスの才能とリーダーシップを発揮し多くのファンを獲得しました。番組の回を重ねるたびに視聴者の間で K の本名が気になる、こんなに才能があるのに今まで何してたの？などの声が上がるようになりました。その後 K はディープボーカリストオーディションに参加した古賀雄大であるという情報が SNS で出回りました。それだけでなく K の出身高校、 K の SNS、Twitter と Facebook なども特定され、過去のツイートや画像なども流出する事態になりました。そして K さんの過去のツイートが黒人差別ではないかと言われてしまいます。また K が中学生の時に居酒屋 EXILE に訪れていた写真も問題となりました。居酒屋といっても入場時に年齢確認をされるイベントであり、 K が飲酒していた可能性は低いと言えます。しかし勘違いした海外の番組視聴者やアンチによって未成年で飲酒したのではと疑いがかけられてデマが拡散。黒人差別と飲酒疑惑について日本人ファンが誤解だと火消しに走りました。そんな K はオーディション番組アイランド内のミッションで2度も1位を獲得するなど高い評価を獲得していたにもかかわらず、このような炎上騒動などもあり最終回で脱落してしまい、ファンは次のオーディションでのデビューを期待し、そんな中2021年1月1日株式会社ハイブジャパンプレスリリースで大きな話題を呼んだ超大型プロジェクトアイランドを経験し、日々成長を続ける5名に加えて新たに実施されるオーディション円オーディションにて追加メンバーを募集し、グループとして2021年にデビューすることが決定しましたと発表され、 K は後に NTEAM となるグループでデビューすることを公表しました。このようにデビュー組となった K さんたち5人は喜びと意気込みをコメント。さらに K のデビュー決定にファンも、朝から衝撃なんだけど、 K 君含め日本からデビューするの、元旦からすごいニュースなんだが嬉しくてスマホ投げそうになった、最高です、感激しすぎて大泣きでした、 K 君のデビューが2021元旦に届くなんて素敵なサプライズです、今やっと落ち着きました、 K 君の嬉しそうな顔が見られて幸福です、カムサムニダなどのコメントがありました。そんなデビューが決まり、今後が期待されていた時に再度炎上してしまうことになりました。それは K が行列のできる相談所に出演した際の発言により物議を醸していました。ケプラーの日本人メンバーマシロはコンビニに言及し、すると K は手を挙げて、韓国で生活してみれば日本のコンビニは全てがあるトータルパッケージだと述べました。そして司会者が韓国にもコンビニがあるのではないかと尋ねると、 K はレベルが違う、その後 K は日本に来たらコンビニに無条件行くとも述べていました。この発言は韓国オンラインコミュニティで大きく取り沙汰されることになり、コメント欄では日本のコンビニを褒めるために韓国を下げる言い回しに、韓国でも活動するなら最低限の言葉に
気をつけなければならないのではないか、日本で一生活動しろと否定的な反応が目立ち、一部では反感説も上がったほどでした。いかがでしたでしょうか。今回はエンティームのパクリ疑惑や熱愛騒動、過去の炎上問題などについて紹介していきました。今後のエンティームの活躍にも期待が高まりそうです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。